その夜、人々は美しい不思議な光を見た。民間の総合科学研究機関 SRC の精鋭たちで構成された救助活動から怪獣の捕獲、保護、超常現象の調査に至るまで幅広いフィールドで活躍するエキスパートチームである。おやじ、キャップ、またあのエネルギー反応です。これ見てください。あやの復元エリア特定。短期なんだからブツ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 。あ、出ました。 R2 エリア映像出ます。これがこいつの正体です。遺伝子構造ということは生きてる。この光って生きてるの？それも光の粒子一つ一つが自立した生命体、いわば光のウイルスです。光のウイルス。エネルギー量急激に増大。出迎えだな、リドリアス。よし、行くぞ。リドリアス、ついてこい。やってるな、武蔵。やるな、リドリアス。こうして
でおとなしいのを見てるとな、シールドで閉じ込めとくのはかわいそうになる時もあるよ。なんとかできないんですか？もっと自由に。怪獣は怪獣だ、無理な話さ。あんなにおとなしくてかわいいのに。まるで恋人扱いだな。武蔵、宇宙パイロットなんか目指すのやめてうちに来ないか？体重保護管理センターの方がお前に向いてるように思うがな。アイズ？なんだ急に。カブラヤ島か。光のウイルスが消滅したポイントはここだな。はい、シールドを解除します。しばらくでした。よう、ヒューラーキャップ、どうした？新しい怪獣でも連れてきたか？いえ、今日はこちらの方でちょっと調査したいことがあったもんで。あ、紹介するよ。宇宙開発センターパイロット候補生の春野武蔵です。春野？聞き覚えあるだろ？こいつの怪獣好きは SRC じゃ有名だからな。なるほど。しょっちゅう保護区域の怪獣たちを見て回っている暇なパイロットってのはこの坊やですか？坊や？どうした？緑谷さん！どうした？あれは？緑谷はあの音が好きなんだよ。お前を連れ戻す。リドリアスを救ってみせる。君と約束した真の勇者になるために。はい、くれぐれも安全でない。はい、お願いします。こっちです。
土曜日、はい、ミドリアスが J1 エリアに入るぞ。え、わ、わかりました。光が消えていきます。違います、消えてるんじゃありません。どういうことだ。ミドリアスの体の中に溶け込んでるんです。ミドリアスの熱量急激に増大、細胞が変化していきます。ミドリアス、オペレーションスタート。抑制弾だ。了解。発射。キャップ、奴はもうリドリアスじゃない。捕獲を諦めましょう。キャップ、攻撃許可を。待て。あいつ何のつもりで。リドリアス、ひどい姿になっちゃったな。聞こえるだろう、リドリアス。リドリアスをなだめるつもりかよ。無茶だ。帰ろう。ここはお前のいる場所じゃないんだ。Yeah!
ことに別するんだ。会いたかったんだ。諦めるな、武蔵。え？この音、この音はどこから？僕は諦めちゃいない。僕は本当に勇者になりたいんだ。ウルトラマンコスモス！光のウイルスを切り離したのか。僕がウルトラマンに。
なぜだろう、誰かを救えるはずの力で誰もがまた争う。となった武蔵に初出動の時が来た。怪獣ゴルメデの保護に立ちはだかる現実の壁、そしてカオスヘッダーの脅威の能力に対し、コスモスも太陽の燃える炎のごとき赤き巨人に姿を変えた。次回ウルトラマンコスモス、カオスヘッダーの影、優しさから強さへモードチェンジだ。